どうも、本要約チャンネルのりょうです。本日ご紹介するのは、脳が冴える最高の習慣術っていうことで、この本は食事や習慣によってあなたの脳がどれだけ汚されてしまっているのか、そして本来の快適で冴えている状態、この状態を取り戻すためにはどうすればいいのかということを説明してくれている本になります。昔の自分はもっと頭が冴えていた気がする。なんだか最近いつも頭の中に霧がかかっているような、もやがかかっているような、そういった感じで思考力が働かないんだ。そういった方はもしかしたら食事や習慣、これに問題があるのかもしれません。ぜひ本日の動画を見て少しでも本来の自分の実力っていうのを取り戻していただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。では早速内容に入りましょう。まず最初に取り上げるのは脳にいい脂肪と悪い脂肪ということで、私たちがこれまで取り上げてきた様々な食事の本でも言われていることなんですが、脂肪が悪だという考え方は捨てた方がいいということなんですね。脂肪が悪なのではなく糖質の摂りすぎが悪なんだということは本書でも脳にいい食事法として主張されています。さらにこの本の中ではもう一歩この食事法に踏み込んで、脂肪の中でも脳にいい脂肪と悪い脂肪があるんだよっていう説明をねしてくれているんですね。その中でも脳にいい脂肪、一番いい脂肪というのはオメガ3脂肪酸なんだというふうに紹介されています。オメガ3脂肪酸というのはいくつも種類があるんですが、その中でも脳の健康に特に大事なのは DHA と EPA になるんですね。DHA というのは主に認知に関与して、 EPA っていうのは主に気分に関与します。つまり DHA というのは頭の調子を改善してくれ、EPA っていうのは気分を改善してくれる、そういった役割があるんですね。つまり脳をね、ベストな状態に保つには両方必要なんですよと。しかしね、私たちの生活ではどちらも十分に摂取しているとは言い難いのが現状なんですね。では一体ね、どのようなものを摂取すれば、この DHA や EPA を十分に摂取することができるんでしょうか。オメガ3脂肪酸と言われて一番最初に思い浮かぶのはアマニ油だったりキャノーラ油といったオメガ3と書かれている油ですね。その油そのものにオメガ3と書かれて売っているものなんじゃないかなというふうに思うんですが、しかしこれらに含まれているのは ALA と呼ばれるオメガ3脂肪酸なんですね。この ALA というオメガ3脂肪酸は私たちの体の中で DHA や EPA に変換されて使われているんです。しかし私たちの体はこの ALA を DHA や EPA に変換することがあまり得意ではないんですね。特に男性っていうのはこの変換が不得意であり、若い男性の場合 EPA に変換される ALA っていうのはわずか 8%、 DHA に至っては最大でも 4% しか変換されないことが分かっています。若い女性の場合でも EPA に変換されるものが 21%、 DHA に変換されるものが 9% となってしまうんですね。つまり ALA をいっぱい取っても DHA や EPA は十分に取ることができないということなんですね。結局効率よくこれらの脂肪酸を摂取しようと思えば DHA や EPA を直接摂取する必要があるということなんですね。そのためにね、食事に取り入れるべきは魚や海藻になるんです。これらのシーフードっていうのは DHA や EPA を多く含んでいるために、これらの脂肪酸っていうのを直接摂取することができるんですね。DHA っていうのは先ほど説明したように認知を高める、つまり IQ 値を高めたりニューロンの新生を促したりするために成長中の脳には欠かせない油であり、妊娠中の女性や幼児はたくさん摂取した方がいいとされています。また EPA の摂取量を増やすことで気分の改善やうつの予防、不安の緩和につながることも分かっています。さらにね、魚をたくさん食べる人、これが機嫌がいいんだよっていうことを示す調査もありますので、ぜひぜひ積極的にシーフードを取り入れていきましょう。しかしね、魚が苦手な人、こういった方もいらっしゃると思います。そういった方のためにサプリメントでの効果があるかどうかっていうのも実証した研究があります。その研究ではうつや不安に対する効果は BPA のサプリメントでも十分に効果があるということが実証されているために、こういったものを取り入れていくことも大切になります。しかしね、そういった研究結果はあるものの、サプリメントで補給するだけでは済ませず、健康への最大の効果を得るには、やはりね、実際の魚も定期的に食べた方がいいというふうに本書では書かれていました。なぜサプリメントの摂取だけで済ませてはいけないんでしょうか？それは、魚にはオメガ3脂肪酸だけではなく、セレンや亜鉛、鉄といったオメガ3脂肪酸の効果を最大に高めるのに役立つ成分っていうのが含まれているからなんですね。それゆえサプリメントの単体で摂るよりも効率よくDHA だったり EPA っていうのを体に取り入れることができるんです。だから魚をね、そのまま食べた方がいいということなんですね。これは DHA や EPA のサプリメントだけでなく、他のね、栄養のサプリメントでも言えることで、サプリメント単体で摂るとどうしても吸収効率が落ちてしまうということがあるんですね。だからこそ野菜からしっかりと栄養素を摂るといったことも大切になってきます。話を魚に戻しますと、魚に関する研究では、数百人の男性を10年間追跡調査したっていう研究がありまして、魚を食べなかった男性グループは、定期的に魚を食べていた男性グループと比べて、認知機能が低下した人の割合が4倍に上ったっていう研究結果があるんですね。ぜひぜひ積極的に魚を食べることで、脳の機能を改善していきましょう。と、ここまで魚を食べること、これが大事なんだよっていうことをね、長々と語ってきたんですが、魚なら何でもいいのかというと、そういうわけではないんですね。例えば、養殖の魚、これはオメガ3脂肪酸ではなく、オメガ6脂肪酸が多い餌を与えられているんですね。そのためにオメガ3脂肪酸の供給源にならないことがあるというふうに言われています。さらに、食べる魚、それがどのくらい水銀に汚染されているかっていうのもね、魚を選ぶ基準としては大切だというふうに言われています。水銀の毒性っていうのは記憶喪失やうつにつながり、母親のね、体内の水銀備蓄量が多いほど生まれた子供の認知力テストの点数が低いという調査結果もあるくらいなんですね。そういった恐ろしい水銀が含まれている可能性があるんですが、だとしても魚は食べるべきなんだよというふうに著者は主張しています。魚っていうのは脳に最高にいい食べ物の一つであり、母親の魚の摂取量、これが多くて、かつ水銀の備蓄量が少ないほど生まれた子供の認知能力が高いっていう調査結果があるんですね。つまり魚は食べた方がいいんだけど水銀は取らない方がいいということになります。さあではズバリどのような魚を選べばいいんでしょうか？それはですね、養殖物よりも天然物を選ぶっていうことがまず第一に挙げられます。これによりオメガ3脂肪酸を効率的に摂取することができます。また先ほどから警告しているように水銀を減らしたいんですよね。水銀の摂取量、これが気になる場合はエビやホタテ、ニジマス、カキ、ムール貝などこういったものを摂取するといいでしょう。反対に避けた方がいい魚っていうのはコイ、サバ、アマダイ、ライトツナの缶詰、マグロのステーキなどが挙げられます。しかしね、この本っていうのは海外の著作なんですが、日本っていうのはそもそもね、魚の摂取量が多いんですね。なので、水銀の被害っていうのも避けられないものなんですよ。だからこそ、緑茶や紅茶、ブラックコーヒーを魚を食べるときに一緒に摂ることで、水銀の蓄積を減らす、防ぐ働きがあるっていうことが分かっているんですね。なんと、水銀の蓄積が 50% 以下になるというような調査結果もあるぐらいなんです。なので、緑茶や紅茶、ブラックコーヒーっていうのを一緒に摂取することによってうまくね、魚を摂取して水銀を減らすっていうことを心がけていきましょう。さて、ということでこれまで脂肪に関して脳にいい摂るべき脂肪、これを説明させていただきましたが、炭水化物、これについても説明させていただきたいと思います。著者は炭水化物を完全にゼロにすることを勧めているわけではないんですね。低 GI 炭水化物と呼ばれる血糖値の上昇が緩やかな炭水化物は摂取するべきだよっていうふうに勧めているんですね。低 GI 炭水化物には玄米だったり発芽穀物パンなどがあります。こうしたゆっくりと燃焼される炭水化物にはトリプトファンなどのアミノ酸が含まれていて、これが脳の機能の改善に役立つんですね。さらにこうした炭水化物にはこのトリプトファンが脳内に入るのを助ける働きもあるんですね。なのでトリプトファンを単体でサプリメントで摂取するよりも効率的に脳にトリプトファンを届けることができます。ではこの先ほどから出てきているトリプトファン、これにはどのような働きがあるのでしょうか。トリプトファンが脳の組織に入ることで、トリプトファンからセロトニンっていう脳内物質が作られるんですね。そしてこのセロトニンがあなたの気分を改善してくれると、そういう仕組みになっています。また以前に紹介した樺沢先生の脳を最適化すれば能力は2倍になるという本でも解説されていましたが、セロトニンっていうのは気分を明るく保つ以外にも覚醒効果があって集中力アップにもつながるんですね。さらにセロトニンっていうのはメラトニンに変化し、睡眠の質の向上にも役立つ素晴らしい脳内物質なんです。ぜひぜひ低 GI 炭水化物を摂取することでセロトニンの恩恵っていうのを多く受けていきましょう。低 GI 商品についてお勧めさせていただきましたが、こういったね、低 GI に置き換えるっていうだけでも、やはりね、甘さが足りなくなるっていう人もいると思うんですよ。しかしね、そういった場合に砂糖を使ってしまっては意味がないですし、さらにね、人工甘味料への置き換えも推奨されていないんですね。どうしても甘味料が欲しい、そういった場合は植物由来のステビア甘味料などを使うと良いとされているので、これも参考にしてください。その他にね、具体的な食事のアドバイス、これも何点か挙げさせていただきたいと思います。まず最初がコーヒーに入れる砂糖をシナモンに置き換えるというものなんですね。もちろん砂糖っていうのは血糖値を上げてしまうので良くないんですが、このシナモンはさらにプラスの効果があります。シナモンっていうのは抗炎症作用や抗酸化作用がある非常に優秀なスパイスなんですね。なので積極的に使用していくことがお勧めされています。また料理に酢を使う、これもお勧めされているんですが、酢にはパンやパスタの澱粉が糖類に変化するのを防いで血糖値の上昇を抑える役割があるんですね。市販のドレッシングを使う代わりに、酢とオリーブオイルで作ったシンプルなドレッシングに切り替える、これだけでも十分な効果が期待できるので、ぜひぜひ試してみてください。またですね、紅茶や赤ワインを飲む、これもお勧めされています。紅茶や赤ワインには、腸が吸収するブドウ糖の量を減らす作用があるんですね。さらに赤ワインには、肝臓でのブドウ糖の酸性を減少させる作用もあることが分かっているので、ぜひぜひね、血糖値を下げるためにも、これらの飲料を飲むことをお勧めします。さらにですね、本書では食事以外でも生活習慣によって脳の機能を高める、そういったライフスタイルが様々紹介されているんですね。その中でも特に取り入れやすいものが昼寝と換気です。もしあなたがね、昼寝をすることで注意力だったり元気を維持できるタイプなら、絶対に昼寝をした方がいいと著者は語っています。たとえ睡眠の質があまり良くなかったとしても、パフォーマンスの改善につながることが調査で確認されているからなんだそうです。例えば、口腔管制官。これを対象にした調査では、たった18分の昼寝、これで反応時間の改善が見られたんですね。このような昼寝の恩恵得たいですよね。こういったものを得る上で大切なのは、あらかじめ昼寝を毎日のスケジュールに入れておくということなんですね。そうしておけば脳がお決まりの日課を準備するようになるので、簡単に昼寝に入れる、眠りにつけるようになるはずです。また、換気については、私たちの家の中の空気が汚れているという前提をまずは受け入れる必要があります。細菌を保有する家ダニ、加熱調理の廃棄や掃除機の廃棄、タバコの煙、ペットのフケなどに含まれる粒子、人が外から運び込んだ花粉や農薬、重金属などの汚染物質、これらが舞っている可能性があるんですね。こうしたものっていうのは、知的な作業を実行する能力を低下させるだけでなく、癌などの重大な疾患を発症させる恐れもあるんです。そして、こうしたものを防ぐために一番大切なのが、自然の空気を室内に取り込むことなんですね。室内の空気っていうのは大抵外の空気よりもはるかに汚れているので、窓は可能な限り開けたままにしておくことが大切です。さて、これまでで食事とライフスタイル、昼寝と換気、これらによって脳を本来の快適な状態に戻す方法、これについて解説させていただきました。最後に SNS があなたの脳に与える影響、これをね、解説させていただきたいというふうに思います。最近の調査では SNS を見た後、ネガティブな感情が増えること、これが確認されているんですね。これは SNS を利用してよく知らない人のキラキラとした写真を眺めることによって、自分の人生はなんで冴えないんだろうと気落ちしてしまうからかもしれません。また SNS に写真などを上げたりする側にも問題があります。それは写真を撮るという行為によってその瞬間がかえって記憶に残りにくくなるということが実験で確認されているからなんですね。つまり旅行に行った時に SNS で写真を上げるがために写真ばかり撮っているというのは本末転倒になってしまうんです。その旅行の記憶っていうのがぼやけてしまうことになります。ぜひこの動画を見た皆さんは旅行に行った際はその瞬間瞬間に身を委ねて、目の前のコーヒーの香りだったり友達との素敵なひととき、これを楽しんでいただきたいというふうに思っています。ということで本日の動画も長らくご清聴ありがとうございました。このようにあなたの生活を少しでも良くするような情報を毎日発信していますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。さよなら。